5は携帯素という意味機能を担う最小のブロック1つからなる単純語と複数の携帯素からなる合成語があります。合成語の中には画面にあるように語根という語彙的な意味を持つパーツと接字という小さな携帯素が合わさって新たな語を作るものがあります。接頭字、接尾字とが合わさると元のものとは別の意味を持つ新たな語ができ、また多くの接尾字は語の品詞を変える機能を持ちます。一つ一つの接字に着目するとそれぞれの接字が付加する先があります。これを語気と呼びます。例えば副詞 unluckily において接尾字 ly の語気は unlucky、 形容詞 unlucky において接頭字 un の語気は lucky、形容詞 lucky において接尾時 e の語気は語根の luck です。このように語の中に接字がある場合、語の中身が皆横並びではなく折り重なるようにして組み合わさっています。こうした新たな語を作る接字がある語の構造は、それぞれの接字が程度の差こそあれ付加する先の語気を選択するという事実から見えてきます。接字はその語気に来れるものを選択すると言えます。自らが課す制限を満たす語気だけと接字は付加できると言えるもので、制限を満たさないものに付加してもその言語で成立する語となりません。例えば綴り字 ing の接尾字 in は動詞にのみ付加し、他の品詞例えば形容詞や名詞には付加することができません。また先ほどから見ている否定の接頭字 an は形容詞にのみ付加するという制限を持ちます。この接頭字はその他の品詞、名詞や純粋な副詞には付加しません。このように個々の接字が付加する先の語気に課す条件を選択制限 selectional restriction と言います。選択制限が語気の語種、つまりその語源由来に課せられる場合もあります。例えば名詞接尾時の ness と ity、どちらも形容詞に付加するという品詞の選択制限は共通しています。しかし ness は形容詞をほとんどより好みしないのに対し、 ity は原則的にラテン語に起源を遡る語気を選択します。こうした接字の選択制限を日本語でも見ておきましょう。まず品詞に関する選択制限のあるこちらの例、名詞を作る接尾時のさは語気に形容詞または形容詞的な性質を持つ名詞を必要とするという選択制限を持ちます。まずこの接尾字がいわゆる形容詞と呼ばれる品詞に付加できることを、日本語話者の人は直感とともに確かめてください。この接字の選択制限は強く働きます。例えば動詞はこの制限に合わないのでさが付加することができません。しかしこの動詞を形容詞にする接尾字をつければ全体が形容詞として接尾字さが付加できるようになります。このように語根が動詞でも接尾字が付加して形容詞になれば接尾字さの選択制限を満たすものとなります。形容詞的な性質を持たないその他の品詞、例えば純粋な名詞が接尾字さの付加を受けられないこと、そしてそうした品詞であってもその後に形容詞にするものをつければ全体が形容詞としてさの付加を受けられることを確認してください。また形容詞ならば接尾字さがつくとはいえ、その形容詞を別の品詞にする例えば動詞にする接尾字をつければ全体が動詞となるので接尾字さの付加を受けられないことも、日本語話者の人は自分の直感とともに確かめられるでしょう。また語種の選択制限の例として接尾字の人、品詞としては動詞の連用形のほかに動名詞というするがつくことができる名詞であれば多くの和語や漢語に付加することができます。品詞の条件を満たしたものであっても外来語には付加しないことが知られています。日本語話者の方はいろんな外来語に人をつけてみて、その不自然さ、この接尾字の選択制限を実感してみてください。この接字が語気に対して持つ選択制限をもとに接字から語が作られるプロセス、語の構造を明らかにしていくことができます。例としてもう一度語 unluckily に戻り、その構造を確かめましょう。形容詞を作る接尾字 e は語気に名詞を必要とするという選択制限を持ちます。名詞 luck はその制限を満たし、
E の語気となることができます。接頭辞 an は語気に形容詞を必要とするという選択制限を持ち、語気の形容詞の意味を否定する働きを持ちます。形容詞 lucky はその制限を満たし、接頭辞 an の語気となることができます。副詞を作る接尾辞 re は語気に形容詞を必要とするという選択制限を持ちます。形容詞 unlucky はその制限を満たし、接尾辞 re の語気となることができます。先ほど触れたように、否定の接頭辞 an は形容詞にのみ付加し、名詞や副詞につきません。このことから unluckily の内部構造として一つの可能性のみが導かれていました。このことを別の表し方でも示しながら振り返りましょう。語根 luck にまず接尾辞 e が付加して形容詞 lucky となります。こうしてできた lucky に接頭辞 an が付加し unlucky が作られ、そこに re が付加して副詞 unluckily が作られています。このように新たな語を作り出す接辞の選択制限に違反しない道筋をたどると、玉ねぎの内部のように重層的な語の構造が見えてきます。このような語の内部構造は樹形図と呼ばれる表示でも表されます。画面左上の表示とこれから真ん中に表示される樹形図とは同じことを表していきますので確認してください。なお樹形図での品種名の表記は品種の英語での名称の頭の文字を取ります。画面下の表記と照合させてください。名詞 luck を語根とし、形容詞を作る接尾辞 e と合わさり出来上がった lucky が形容詞であることを現在の図が表しています。それに接頭辞 an が付加してできるのが形容詞 unlucky であることを現在の画面の図が表し、副詞を作る接尾辞 re がそれに合わさって副詞 unluckily を作ることを画面の図が表しています。この樹形図を通して個々の要素が何と合わさっているか、個々の接辞が何を語気としているか一目でわかるので、それに合わせて個々の接辞の選択制限を満たした構造であるかを確認できます。順番に名詞が語気であることを必要とする接尾辞 e、 形容詞が語気であることを必要とする否定の接頭辞 an、 形容詞が語気であることを必要とする接尾辞 re。 このように接辞は意味、機能、そして語気の選択制限から特徴付けられます。接辞の中には同じ綴り、発音であっても付加する品詞によって意味、機能が異なると言えるものがあり、別の形態層、別の接辞として分析できるものがあります。例えば this が名詞に付加すると、その名詞が表すものを取る、取り除くといった意味の動詞が生まれます。This が形容詞に付加すると、その形容詞の意味を否定した新たな形容詞が作られます。 This が動詞に付加すると、その動詞の行為を単に否定する意味ではなく、元の動詞の表す行為とは逆の行為を表す意味となります。こうしたことから名詞を取る This、 形容詞を取る This、 動詞を取る This のそれぞれに異なる意味、機能を見出し、これらを異なる形態層、異なる接頭辞として分析することも可能です。同様のことは綴り辞 un の接頭辞にも当てはまります。否定の接頭辞として先ほど見たものは形容詞に付加し、純粋に否定を表すものでした。例えば幸運であることを意味する形容詞 lucky、 an を付加すると幸運でないことを表します。できるを意味する形容詞 able、これに an をつければできないという否定の意味の形容詞 unable となり、明確であることを意味する形容詞 clear に an がつけば明確でない、不明確であるという否定の意味を表す形容詞 unclear が生まれます。一方接頭辞 an が動詞に付加する例も英語には多数あります。しかし生まれる意味は単なる否定とは言えないので注意が必要です。例えば動詞の learn、 それまで身につけていなかったものを身につける、学習し習得するという意味です。このように learn とは身につけていない状態から何かを身につけた状態へ移行することを表します。一方接頭辞 un を付加した動詞の unlearn はこの learn を否定した意味ではありません。学習しない、習熟しない、身についていない状態のままという意味ではありません。
むしろすでに身につけていたものを忘れてしまうという意味です。このように unlearn は learn しない、学習しないという意味ではなく、学習していたことを忘れてしまうという意味です。 unlearn の意味は learn の単なる否定とは言えません。 learn と unlearn の表す意味はちょうど逆のプロセスと言うべきものです。これと同じことはその他の多くの事例、もともと存在する動詞が表す意味と接頭辞 un がついてできた動詞の意味の違いにも当てはまります。気になる人はこれらの動詞の意味が接頭辞がつく前の動詞の単なる否定でないことを調べてみてください。このように形容詞に付加する un は否定を表すのに対し、動詞に付加する un はその動詞が表す行為とは逆の行為をするという意味を表すものとして別の形態素と分析することができます。こうして接辞の意味、機能、選択制限を見てみると、3つ以上の形態素からなる合成語はそれらの形態素を一緒くたに同時に合わせて作られているわけではなく、2つずつ順にひっついている可能性が見えてきます。そのことがわかる証拠の一つに構造的曖昧性 Structural Ambiguity と呼ばれる現象があります。例えば合成語の形容詞 unlearnable、 英語話者は学ぶことができないという意味が可能である他に、学んだものを忘れることができるという意味でも解釈できると判断します。この事実は語の内部構造に複数の可能性があることで説明されます。まずは形容詞を語気にとる否定の接頭辞 un が関わっている可能性から考えます。まず動詞 learn ができるという意味の形容詞を作る接尾辞 able の語気として合わさり、学ぶことができるという意味の形容詞 learnable を作ります。そしてこの形容詞 learnable が否定の接頭辞 un の語気となって合わさることで、learnable ではない、学ぶことができないという意味の形容詞ができます。これが unlearnable に学ぶことができないという意味があることを捉える語の内部構造です。しかし先ほど見たように、英語には同じ綴り、発音の接頭辞で動詞を語気にとり、その動詞が表す行為とは逆の行為を表す動詞を作り出すものがありました。こちらの接頭辞によって形容詞 unlearnable が作られる可能性を考えてみましょう。この意味の接頭辞の選択制限は動詞を語気にとるので、まず un と learn が合わさり、忘れるという意味の動詞 unlearn ができます。そしてこの動詞 unlearn ができるを意味する形容詞接尾辞 able の語気となって合わさることで、 unlearn できる、忘れることができるという意味の形容詞ができます。これが unlearnable に忘れることができるという意味があることを捉える語の内部構造です。このような同じ綴り、発音の語であっても、接辞の選択制限を満たす限り、その語の内部構造が複数可能であり、それに従って解釈が曖昧になるという構造的曖昧性の事実。そして接辞の選択制限から、人間言語の合成語は2つのものを1つに合わせるということを繰り返して作られている可能性が追求されてきました。つまり3つ以上の形態素があっても、原則的に一度に合わせてしまうというわけではないという可能性です。この原理を樹形図の形状から二股枝分かれ Binary Branching と言います。この名称はある語の構造の樹形図を上から見たとき、一つのものから二つへの枝分かれを繰り返すことで内部を構成するすべての形態素に行き着くことに由来します。つまり下から見たときに三つ以上の要素の場合は、三つ一辺、四つ一辺というわけではなく、2つのものを1つに合わせるという操作を繰り返すことで、たくさんの要素も最終的に1つの語に統合されていくということです。このような二股枝分かれの図は、人間の言語のメカニズムを捉える上で非常によく用いられますので、その意味合いを覚えておきましょう。今回はこの二股枝分かれの原理が言語の垣根を越えて、人間の言語の語の作りに当てはまる言語の不思議について、特に接辞負荷を伴う語形性を通して触れてきました。接辞の選択制限は語の内部構造を教えてくれる一つの指標となります。なお今回は接辞を介する合成語ばかり見てきましたが、二股枝分かれは合成語すべてに当てはまる可能性が追求されており、例えば複合語と呼ばれる接辞が直接介入しない合成語にも同様の分析が可能です。これについてはまた後の動画で見ることにしましょう。